今ね、いや、パソコンの前に座ってるんですけれども、寝ちゃいました。いやー、申し訳ねえっす。小泉さん寝落ちしてまして。何の準備もないまま、こいちゃんライブの時間に突入していたということが、慌ててこいちゃんライブを始めたところでございます。本当にすいません、皆さん。いやー、疲れてるよねって自分で言っちゃダメだよね。すいません、皆さん。まあ、小泉さんのね、この政治倫理審査会の問題ですが、まあ、これね、遊園地問題専門家聴取ということで、これ、青木島遊園地の絡みのお話であることは誰しも一致しているところなんですが、まあ、政治倫理審査会のね、方々は、いやいや、これ、青木島遊園地、の、こととは関係なくみたいなことを言ったりしますよ。まあ、関係なくじゃねえっつうの。この青木島遊園地の話だっつうの。で、まあ、新聞とかはね、青木島遊園地問題ってことをちゃんと書くんだけども、なんか、政倫審だけが、いやいや、青木島遊園地は関係ないみたいなことを言ってるんですよね。だそこがそもそもおかしいでしょって言ってるんですけども、まあ、この中村ターゲット弁護士っていう方が参考人で、招致されまして、本件のような配信行為を一律に制限することは憲法上表現の自由の制限としては行き過ぎであると解される可能性が高い。まあ、この解される可能性が高いって、弁護士特有の言い回しですよね。で、もう一人無責任な、役人、まあ、市職員の公正な職務執行を妨げていると強調し、何を言ってんの？どこにその根拠があるんですか？その公正な職務執行が妨げられてるなら、その証拠を出し上がれ、と小泉さんは思いますが、そういう証拠は、政倫審も出しては来ていません。つまりね、こういうことがあったから、こんな業務の遅延があったみたいな事実をきちんと提示しなきゃいけないところ、そういうことはなかった。まあそういうところはね、政倫審の、なんつうの？欺瞞的な、恣意的なところなんですよね。で、小泉さんは昨日記者会見しまして、これ今日の新聞ですね。品前新聞です。市議に動画削除勧告を求める内容。ということで、これですね。長野市の小泉一馬市議は、25日、同市の青木島遊園地廃止問題について、自身が市役所に問い合わせる様子を生配信したことをめぐり、市議会の寺沢さゆり議長から市議職員への謝罪などを勧告されたことに対し、市議選で、自身が落選した場合、勧告を受け入れる、との考えを示したと。同市の県庁で記者会見を開き、私が謝罪すべきことを謝罪していないのであれば、落選の憂き目を見ることになるのでしょうね、と述べたわけですよね。で、逆に当選した場合には、まあ、私、やはり、間違ったことはしてないよ、小泉もう一回頑張れと、そういう有権者のご判断、示されたということですから、その場合には、勧告を受け入れることはない。まあ、それは当然。まあ、今の態度はそうなんですけども。当選した場合には、勧告を受け入れず、寺沢議長と市議会に対応を申し上げた、荻原健司市長に、謝罪を求める、としたわけです。はい、そういうことですね。つまり、まあ、繰り返しになりますけれども、まあ、小泉は全く正しいことをしている。間違ったことはしてない。まあ、少なくとも間違ったことしてないですね。で、法令違反もしていません。で、法令違反の存在を、政倫審も指摘できませんでした。で、表現の自由のことですからね。表現の自由っていうのは憲法上の自由としては最大限尊重されるべきものなんで、
や、表現の自由です、法令違反がないのであればそれは政府でしょうよ当然で、であるし小泉さんは、この青木島遊園地の問題ですよね。まあ新聞、今日のこの新聞でも青木島遊園地廃止問題についてとちゃんと前置きをしつつ始めています。この青木島遊園地問題について追及を強めている、調査を強めている、そのための動画配信でありますから、全く私がお詫びするような言われはないわけです。で、彼らはいやいや青木島遊園地関係ないっていうのは、そういうなるべくね話を一般的にして小泉は悪いってやっつけようとしてんだけども、さっきの弁護士の先生も言ったじゃないですか、一律に制限することは憲法上の表現の自由の制限としては行き過ぎなんですよ。もう決定的ですよ。だから弁護士ですよ。法律の専門家ですよ。なんかどっかの、県庁の役人がなんだかんだ言ったって、弁護士の見解には勝てないでしょう。という、成立審の参考人の証言の過程があったのに、そういうことをきちんと顧みないわけですよね。うん、で、小泉さんは、だから、これのことだけでも、全くお詫びする言われはない、ないんだけれども、まあ、成立審の方々もそれじゃかっこつかないだろうか、いいよ、じゃあ。俺がもし選挙で負けたんならね、今有権者は小泉はいらないと。小泉は間違ったことをしてるから、いらないと。そういう判断が示されたと、まあ、取れなくもないよね。その時は韓国受け入れましょうっていうことです。で、もともと、成立審の言ってることが正しいとは私は思ってませんよ。私の言ってることが正しい。私は間違ったことはしていない。政治倫理条例にも触れていないっていう立場です。で、もし、成立審が小泉や政治倫理条例違反だと言っているにもかかわらず、小泉さんが当選するようなことが、そんな間違いがあったんなら、逆に議長、あるいはその議長をそそのかした市長、荻原健司に、この混乱の責任はあるわけですから、きちんと謝っていただきます。有権者に審判を仰ぐとか、そういうことを言ってるわけじゃないですよ。私は正しいと思ってますし、間違ってると思ったことは一回もないです。だから正しいよねっていう答え合わせをするのが、今回の選挙なんだろうなと思ってます。はい。まあ、以上でございます。この記事を見てね、なんで小泉さんそういう言い方しちゃうのみたいなことを言う人もいるけれども、おうおう、なるほど、おう、頑張れっていう反応もありますよね。まあね、率直に言ってね、まあ、あんまり言うとさ、事前運動になっちゃうから、あんまり言えないんですけども、このタイミングではね。まあ、小泉さんはそんなに当選というものにね、連々としてるわけじゃないんですよ。もう何が何でも勝たねばならぬと思ってるわけじゃないんですよ。意外？だって、小泉さんがいらなければ、そういう選挙の結果、になるわけじゃないですか。でもそれならそれでしょうがないじゃないですか。いやいや、もちろん小泉は当選すべき政策も掲げているし、当選すべき議員だとは思ってますよ。思ってるけれどもそうじゃないっていう結果もあり得るわけじゃないですか。それは選挙だからね。もうそれは受け入れますって。そういうことですね。だけど、絶対当選しなきゃいけないとか思わないわけですよ。だって絶対当選しなきゃって、それ絶対俺が正しいっていうことでしょ？
絶対俺が正しいなんてこと誰も言えないじゃないですか。それ神様じゃないんだから。で、誰もが落ちる可能性持ってるわけですよ。立候補しようとしてる人はね。で、誰もが当選する可能性も持っているかもしれない。でしょ？まあ、それだけのことですよ。で、小泉は、俺は正しいんだから絶対当選するとか、当選しなければおかしいとか、そんなこと言ってるつもりじゃないです。皆様の示してくださった投票結果に従います。それだけのことです。ダメダメなのそれ。今の事前運動になってないよね。今投票依頼とかになってないよねだからみんな俺に頼むよって言ってないよね。言ってないよね。俺は落ちたらしょうがないと思って言ってるわけですから。でね、小泉さんがね、欠点があるとすれば、そういうとこなんですよね。あんまり地位にこだわってるわけじゃないんですよ。いや、それはもちろん、今まで議員として活動してきて、市民のための活動、実績、もう、他の市議会議員に負けないぐらいはあると思ってますよ。で、それを皆様に、いちいち示すこともできるけれども、今日はそういう趣旨じゃないからやりません。でもいくら俺がね、ここでね、いや、俺ってすげえ議員なんだよ、実はって言うつもりはないです。だからさ、そういうところが、小泉さんの選挙にあんまり強くないところなんですよ。うん。落ちたら落ちたでしょうがねえじゃんっていう、ところがあるんだよね、小泉ってね。そうなんですよ。だから、なんかね、物足りないと思う方もいらっしゃるんだと思う。必ず勝ちますとかさ、言わないからね。そういうところは、議員としてはダメなのかもしれないね。うん、必ず私をってあんまりやるといかんよね。本当に事前運動になっちゃうからね。まあ、これは今日のツイッターですね。まあ、いつもと流れ逆ですね。こういう可愛いネタ、軽いネタから入ってくるんですけど、今日はヘビーなネタから導入しました。で、これはブラ小泉で、青木島ブラブラしたらね、見つけたんですよ。この恋の、なんていうの、地面のペインティング。これ面白いよね。俺のこれ、速攻の蓋に書いちゃってんですけど、これ、可愛いから俺はいいと思うけれども、いいんかな？これ、公共の速攻の蓋じゃないの？いや、でも、可愛いから許してくれてるよね、みんなね。うん、いや、可愛ければ、許されるってもんですよ。小泉さんもこれ、なんか可愛く撮れてるよね。これこれ、かわいくないこれ。かわいいじゃん。これポスターに使えばよかったかも。なんかかわいい、自分で言ってるけど。まあ、こちらはね、小井ちゃん、かわいくないこと言ってますね。長野市議会の問題は小泉一馬ではない。私ではない。で、小泉一馬が一人しかいないことです。言っちゃったよ、まったくね。まあそうだと思いますよ。小泉一馬が政治倫理審査会にかけられてるわけですけども、それがどうしたのっていうことで小泉は思ってるわけですけども、まあ、もともとね、問題にはならないはずの問題だと小泉一馬は思っていますから、こういう言い方になります。で、それよりもね、小泉一馬ほど活動が強い、もう食らいついたら離さないみたいなさ、何が何でも諦めないみたいなさ、そういう議員いねえじゃんっていうとこですよ。で、小泉みたいなのがもう何人か、本当は全部小泉みたいになってなきゃ困るんだけども、で、小泉的な議員がいないのが長野市議会の最大の問題だよね、と思います。
小宮健二とナーナーにやってて、ナーナーの路線を崩す小泉を政倫審にかけるような議会が、やはり私は問題の最たるものだと思っております。まあ、これはね、小泉のね、見解ですからね。他の議員の方々、また小泉がそんなこと言ってるとか、議会の信用を落としたとか、そういうこと言わないでね。で、ちょっと可愛く言ってるのがして。これね、これはね、ケンケンガクガクっていうブログですが、こういうのあるぞって、お前名前出てるぞっていうのを教えてもらったんですけど、で下地村手記。で、これ8月25日ですね。でね、ね、小泉さんとこ激賞してんですよね。やめてそういうの恥ずかしいから。なんちって。長いものには巻かれる路線を貫く市議集団の中に一人だけ公園廃止に反対市議がいた。みたいな感じですね。新聞テレビ等でも全国的に報道されているのに名を出すが小泉一馬氏という方だ。今日のつうか今日のか社会経済的な状況か手続き的にも政策的にも明らかに疑問が湧く市の施策に一人で真っ向から対峙した人物である、まさにきらり星であるということでございます。きらり星何ちょっとこの人の何だこれ、これ柏田紋次郎さんっていう読むの、うん、紋次郎さんありがとうございます。まあこういうの出してくるとね、恋ちゃんが書いてるとかいう人がいるんだよね。そんなわけないっての。でこちらはこちらで同じ人なんですよね。青木島公園問題に思うと。俺はね、俺、そうなんだよなと思うよね。日本の歴史を深く刻み、瞬間のある自然環境の中で素晴らしい文化を育んできたこの信州の中心都市、つまり長野市ですよ。もし誤った判断をすれば、全国の人々はこの信州を見下すかもしれない重要な問題になってしまったようだということで、これはもちろん青木島遊園地のことなんですね。これはケンケンガクガク、先ほどのブログ、同じブログですよ。2月19日ですね、今年の2月19日で、これも人なりに青木島遊園地の問題をよくフォローして考えてくださっていらっしゃると思います。まあ12月28日、去年の暮れにバタバタタッと仕事納めの日に出した青木島遊園地の廃止を判断し、経緯についてという文章について、まあこの人は批判しています。もし誤った判断をすれば、全国の人々はこの信州を見下すかもしれないって、今そういう状況にもうすでになってしまっていると小泉さんは考えます。いや見下すって、まあ、尊敬できない判断だとは思ってるのは確実だと思います。柏田紋次郎さんの言葉ではありますけれども、小泉も全く同感ですね。で、未だに青木島遊園地の報道が続いてますよね。朝日新聞も続けてます。3回連載記事がちょうど終わったのかな。これはね、筒井のりゅうさん、筒井のりゅうさん、いつも小泉を応援してくれてありがとうございます。まあ、この方ご心配くださって、市長を叩くだけでは当選できないと思いますと、そういうことをおっしゃってくれてるわけですけども。まあ、だからさ、ごめんね、俺ね、絶対当選しなきゃおかしいとかさ、絶対当選してやるとかさ、そういう執念薄いんすよ。ごめんね。正しいこと言ってたって当選しなかったりするじゃないですか。でも選挙ってそういうもんだよねみたいな感じで
接しております。まあ頑張ってますよ。今選挙準備期間中ですからね、選挙の準備には頑張っています、頑張ってますけれども、当選できない政策とか行いだからそれを改めろっていうのはすごくごもっともな意見ではあるんだけれども、だけどそれは小泉の考えとか今の長野市の現状分析にね、自分の分析に反してまでやろうとは思わないですね。で、今の小泉の現状分析っていうのは、長野市の最大リスクっていうのは、一部意見を偏重した公園廃止で市民の目を傷つける大失政をやらかすような市長である荻原健司ですよ。これはまさに災害級のリスクだと思います。実際災害級の被害を長野市に与えたのが、青木島遊園地廃止問題だったと思いますね。未だに長野市の名誉の侵害が回復されていない。で、それは一人の市長の判断の誤りに帰結するものだと小泉は信じています。で、そういうね、最大のリスクが市長だっていうのも困りものではあるけれども、でもそれにちゃんとそういうリスクファクターだと認識して、それに向き合っていかなきゃいけないわけですよ、議員っていうのは。でもそういう議員いねえじゃん。いや、小泉の他にそういうことやって引き受けてくれる人がいるなら、小泉なんかいなくたっていいわけですよ、はっきり言って。俺が把握縛って、おぎゃらと味してんのは、そういう奴がいねえから、俺が一人で頑張んなきゃダメじゃんっていう気持ちでやってるわけなんです。筒井のりょうさん、どうかご理解ください。まあ、小泉のね、選挙準備も、おぎわらのリスクをどうやって返していくのかということを考えているものにはなっています。なっていますけれども、それは長野市の今後の将来、それから市民の幸せを考えた上で、やはり一番向き合わなきゃいけない、今の議会が考えなければいけないリスクだと思うからでございます。で、一番のリスクを軽く扱えとかね、それ以外のこともやれとかね、小泉さんはそんなに器用ではないということでございます。ごめんね。筒井さん、ごめんね。で、小泉さんはこういうポエムを今日はなんかね、小泉さん今日のテンションちょっとおかしいよね。ね、荻原的な姿勢が続く。子供を泣かせて公園廃止。区長の要望と嘘をつき、バレないように観光で現場と相談したりせず、場当たり的に思いつき、出来もしない策示し、スケジュールは示せず守れず、できなきゃ現場と外のせい。小泉や議長を通じて黙らせ、山積課題は置いといて、中国タイへの外遊は当然ビジネスクラスです。アジアの検事の名は知られない。わかっちゃいるけど行くんです。市民のために仕事はしない。仕事は自分のためにする。笑顔もめっきり減りました。時期への展望を示せない。そんな市長を止めるのが、そんな姿勢を変えるのが、9月市議会選挙です。長野市民の最大懸念。それは荻原健司です。9月市議選争点は、荻原健司その人です。と。まあ、これは筒井のりょうさんの発言にインスパイアされて、こういったポエムを私は可愛らしくまとめてしまったわけですけれども。の8月23日から8月25日にかけての連載があったところでございます。で、ジョーンについてはもう皆様にすでに、こいちゃんライブの中でお伝えしてまいりました。ですよね。この写真よく選んだと小泉さんは褒めました。ジョーは廃止は求めていないと。公園利用継続困難さ認めつつということでございまして、で、これ非常にね、
小泉さんはこういう記事が実は欲しかったというのを朝日新聞が書いてくれたと思ってます。でね、声の力もここ書いてくれてないんだよね、実は。というのは、区長会が、青木島の区長会がね、廃止要望を出したというのが、一つの根拠になってるわけですよ。青木島遊園地廃止の。だけど、そういう書類、廃止してもしょうがねえ的な書類は出したけれども、いや、それは俺そういうつもりじゃないから、そっからね、名前を外してくれとか、俺はそれ撤回するみたいなことをおっしゃっていた区長もいらっしゃると俺は聞いてるんですよ。だけど荻原健一の記者会見ではそういうこと言わないじゃないですか。あるいは議会の質問でも区長会からの意見は聞いた、それで判断したって言うけど、いや、その区長会の中身に賛成ばっかりじゃない、配信賛成ばっかりじゃなかったはずなんだけど、そこのところを荻原健二は言わないじゃないですか。ずるいから、こすいから、小さいから。その例の去年の12月28日青木島遊園地の配信を判断した経緯についてというホームページ上に掲げられた文書ですよ。青木島遊園地廃止の判断に至った理由は次の通りです。で、設置を要望した地元区長会からの廃止の要望とはっきり書かれてますよね。で、この廃止の要望って、まあ、そもそもその区長会からの文書には要望とは書いてなかったと思うよね。で、朝日新聞はどういう書き方をしたかっていうと、市は区長会から廃止要望の文書があったと説明する、さっきのねホームページの通りですよ。で、その区長会の中で責任ある立場にあった一人が3月匿名を条件に取材に応じたと。で、市や児童センターなどとの議論の中で公園の維持管理の担い手がいないことや苦情をきっかけに継続使用が難しくなっている状況を考慮した末の廃止やむなしという意見だったと説明。廃止やむなしと廃止要望、まあ、違いますよね。違うじゃないですか。違わない？違うよね。俺違うと思うよ。廃止要望ってのはもっとなんか積極的だよね。いや、廃止するのがいいことだからみたいなことじゃないですか。まあ本当は廃止してほしくないけど、しょうがねえっていうのは廃止やむなしですよね。うん、と説明。一部の報道や市の説明により、区長会による要望が廃止の道筋をつけた形となっていることを批判した上で、廃止を望んだことはないと話した。で、これでもう廃止の理屈、理由の一つ、まあ、長野市が最大の一人の意見だけで決めたんじゃないと言っている根拠がもう崩れてるわけですよね。で、別の区長の男性も取材に応じたと朝日新聞は続けるわけです。児童センターなど実際の利用者が使いたくないと言っているのに、こちら、つまり区長会側が使えとは言えないと述べた。市との議論の中で一人のクレームで使えなくなるのはおかしい。使用を続けても法的に問題ないか弁護士に相談してはなどと市に注文する区長もいたという。つまりこれが要望するという姿勢の方々の意見なんですか、おかしいじゃないですか。使用を続けても法的に問題はないか弁護士に相談してはという意見を言っている人が廃止を要望するって言うんですか、おかしいよね。で、朝日新聞は、
市が廃止を決めるにあたって主な拠り所とした意見や要望、しかしその当人たちが廃止を働きかけたり望んだりしたわけではなかったということです。おかしいじゃない、25日の地域移行反映されぬまま市対応廃止のためと住民らという、これは25日の消えた遊び場下ですけどね、上中下の下ですよ。で、会長を務めた金田洋二さん、住民有志の会ね、は一連の市の対応を存続のためではなく廃止のために何ができるかを考えていたとしか思えない。もう俺もそう思いますよ。とにかく廃止廃止廃止ありきですよね。で、公園緑地課の課長は当時のね、当時の課長ですよ。で、住民の代表である区長会と相談してきたとし、今回の進め方は今まで通りの住民自治のやり方であり、間違った判断をしたとは思っていないという。で、市の認識とは異なる様々な声が上がっている点については、なんでこうなったんだろうという戸惑いが一番大きいと。いや、そういう偽善というかさ、ごまかしというかさ、嘘はやめていただきたいよね。何が戸惑いだって思いますよ。小泉さんははっきり言って、よっこらしょ。これは小泉が何度も使っている有名な資料ですね。有名って自分で言っちゃうけれども、市長略資料ですよ。2022年8月25日で、公園潰してもいいよねって、荻原健二さん OK ってそういうやり取りがあってのであろう、判断の元になっている資料が青木島遊園地の廃止についてという市長レク資料です。これはね、本当に俺見た時は、ね、ぶっ飛んだよね。もうお役所の作るような資料じゃないんですよ。こんなの作ってる時点でもう長野市は、こんな言葉使っちゃいけないけどさ、ダメ自治体なんですよね。本当に俺これ見た時ね、これ本当にお役人が作ったんかやって思って、今でもそうね、信じらんないですよね。半分は先ほどのよいしょ、朝日新聞は市と認識とは異なるさまざまな声が上がっている、つまり今回の進め方は今まで通りの住民自治のやり方で、間違った判断したとは思っていない。で、回覧と看板で周知したから OK と思っているのは、それとは、ね、OK じゃねえだろうって、こんなやり方じゃダメだろうと、様々な声が上がっている点については、なんでこうなったんだろうという戸惑いが一番大きい。で、あったね、戸惑いじゃないでしょ。これ8月の段階、2022年8月市長レクの段階で、着工してからなんで廃止かの問い合わせがあった場合、話がややこしくなる。で、ややこしくなることを、まあ半分想定してんだよね。で、1ヶ月ほど住民の反応を見てから入札に入れ、その後工事へと淡々と進めると、淡々と、で、住民が何を言ってきても聞かずに進めるってことまで言及してるんですよ。廃止に向けた今後の進め方で、着工してからなんで廃止かの問い合わせがあった場合、いや、話がややこしくした。で、そういうことが十分あり得ると思ってるわけですよ。で、ある意味みんなが被害者、この状況を終わらせる必要があるとかさ。はあ、じゃあこういうふうに思ってんなら、ちゃんと説明すりゃいいじゃん。みんなが被害者ですから、この状況を終わらせる必要がありますから、廃止しますって。いや、いいじゃん。そんなことをここには出してこないですよ。みんなが被害者ですからやめましょうね、みたいなこと。だから言ってることをね、後から変えて、
後から変えまくって、でもそれがボロ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 破綻していく、それが今の長野市政のかっこ悪いところですよね。後から理由を変えることもかっこ悪いよ。だけどその後から変えた理由自体も成立してないじゃんっていうことですよ。この設置を要望した地元区長会の廃止の要望っていうのも朝日の記事で崩れてんじゃん、廃止は求めていないんじゃん、区長の廃止は求めていないんですよ。求めた区長もいたかもしれないとは小泉は実は思っています。その十何人かいるうちにね、一人や二人いたかもしれない、それは分からない今となっては。だけど望んでいなかったという区長がいるってことはもう確実なんですよね。新聞記事にもなった、小泉もそういう話聞いている。だけど荻原健司はそれを隠しているわけですよ。で、地元の要望だから、地元の意見だからと、一人の意見だけじゃない、地元の意見を聞いたんだと。で、監査委員会も区長会の意見は地元の総意だとかとんでもないこと言ってるじゃないですか。ろくに調べもしてないっていうことですよ。で、これが長野市のやり方なんですよね。公園廃止から3ヶ月が過ぎた7月、市は問題の経緯や市民への説明のあり方などについての検証作業を始めた。最終的な検証結果の公表時期はまだ明らかにしていない。だからね、こんな人たちが検証できるわけがないんですよね。一旦出した理由、後から変えます。こっちが本当ですって。で、そんなことをやってる人たちが、パシッとした検証報告書なんか出せるわけないじゃないですか。だ、外の人たちにやらせなきゃダメだって言ってんのに、いや、とりあえず中で考えて、それを外の方に見てもらいますってこと言ってるけどさ、だからそういう謎な手続きやめてくださいっつうの。そんな話聞いたことはねえよ、よそで。もう、だからね、この長野市の行政って本当に今ね、なんていうかね、行政のスタンダードじゃないことばっかりやってますよね。で、住民のための政治になってないことは明らかじゃないですか。自分たちを守るための、守りに入ってる政治なんですよね。で、自分たちを守ることに一生懸命税金を使い、給料を払ってるわけですよ。そんな長野市でいいのっていうことですよね。これじゃダメだろうと思う皆さん、市民の皆さんがいるんだとすれば、思うだけで変わらないです。声を上げなきゃダメです。声を上げないと変わらないです。声を上げるのは議会のやんどもの仕事だ。その通りです。でも議会のやんども選んだのは誰ですか。で、今回ね、たまたまというか巡り合わせというか、神様がやってくれたのか、52人も離婚するんじゃないかって言われています。今までこいつに投票してきたからとか、こいつは期数が長いから実績あんだろうとか、こいつは地元だからとか、そういうんで投票するのってもうやめませんか。長野市役所とズブズブの期数いつくら重ねてきたって、そんなの何の役にも立たないっすよ。青木島問題どう考えるのか、やはりここですよね、ポイントは。メディアもね、そこのところを聞いてきてます。インタビューとかで、各候補者に。だ、そういう情報は今後出てくると思います。青木島遊園地をどう考えるのか、荻原市政をどう考えるのか、荻原頑張ってる、青木島の判断正しい、そういう人に投票しちゃダメだと思います。どうか正しい判断を下してください。小泉勝間からのお願いです。そして投票に行ってください。棄権しないでください。皆さんが棄権しないで正しい投票をすることが、荻原健司的な
姿勢を変えていく第一歩になります。小さい一歩かもしれないけど一歩踏み出せるんです。じゃあ今日はこんな感じでいいですか。ありがとうございました。今日遅れてごめんね。すいません、準備が悪くて悪かった。また月曜日にお会いしましょう。こいちゃんライブでした。おやすみなさい。